い、どうも皆さんこんにちは、ミスターフです。このデビルメイクライ3のダンテ編を終わりましたので、今回はバージル編をやっていきたいと思います。じゃあ、イージーをクリアしたんで、こっちもイージーでクリアしたいと思います。So, you're looking for the Book of Ancient Legends, the tale of the demon warrior Sparda. That's not what I'm looking for. Leave me. Then what are you looking for? A demon that impregnates a woman who then bears twin sons. That's the story, isn't it? Leave me. I won't tell you a third time. People inherently fear evil. However, occasionally a person may become seduced by evil. What are you getting at? Share with me the story of Sparda. The activation method is as I described before. It should be a simple matter for you. I will go to his place. I believe that I know where the item we seek is located. You should dispose of any obstacles quickly. It begins.
はい、操作の仕方はあのダンテと同じです。R2 と L2 でどっちかに使い分けます。はいはいはい、カスタマイズしても意味がない。ミッションスタート。よし、レッドオーブ。これこれ、くそ、危なかった。くそ、これこれ、あれ、これやばい、これやばい。とりあえずセーブをしておきましょうか。はい、では次行きましょう。確かバージルの場合はオープニングがなかったはずなんですよ。で、ガンズ、何もできへんな。これだけか。ミッションスタート。トゥ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 。さっさく当たってみたしな。これI'm not sure about that.
3カスタマイズ。ストーリーっていうか、あれですよ、あれ。すごいこと。クリアするのは全く同じやけど、ワーナーとかが全然違う。オープニングも出てこないし。これ。スタイルバトも全然違うしね。はい、よし、倒した。
やっと慣れた。で、ここにブルーオーブのかけらが。ブルーオーブはいらんじゃないな。ブルーオーブのかけら。ミッション1。これ。これ。ちょっと待って、あとちょっと。よし、クリア。ブルーオーブを取る前にこれらを割っといた方がいいんです。ないね、もう。よし、あんなところに。これ。これ、これ、これ。で、アイテムでブルーオーブ使いかいので、これかで、あ、戦わなくのか。
おらおらおらそおらおらそよし終わった。はい、あーなかったな、ミッション3はやっぱり。はい、では今回はここまで。ご視聴お疲れ様でした。次回も見てくださいね。ではでは。